今回は急な大雨などによる水害に備えた水のうの作り方をご紹介しましょう。用意するのは45リットルのビニール袋とビニールシートもしくはレジャーシート、そして段ボールです。いずれも複数用意しておきましょう。まずは水のう用のビニール袋の準備です。ビニール袋は破れないよう2枚に重ね、中に水を入れていきます。水の量は袋の3分の1から半分ほどが目安。入れすぎると重くなるので調節してください。入れ終わったら袋の口をこのように固く結びます。水のうが完成したら建物の出入り口などに隙間なく並べていきます。これだけでも水を防ぐことはできますが、段ボールとビニールシートを使うとより水防効果がアップします。まず玄関などの出入り口にビニールシートを敷き、その上に段ボールを並べます。段ボールの中に水のうをいくつか入れて重しとして使用します。最後に段ボールをビニールシートで隙間ができないように覆って完成です。また水のうはこのようにして洗濯槽の排水口やトイレ、お風呂場での下水の逆流を防ぐのにも役立ちます。なお、使い終わった水のうの水は植木の水やりやお掃除などに使えるので、水を無駄にすることもありません。身近にある道具を使い、誰でも簡単に作れる水のうで皆さんも水害に備えましょう。